さん、こんにちは。メディア事業部の市川まさみと、3月に SOD スターからデビューするたからちゃんでーす。イエーイ。あの、ね、前回たからちゃんにいろいろね、たくさん質問に答えていただいたんですよね、はい、なので皆さん気になる方は前回の動画を見ていただいて、またここを見ていただければいいなと思っております。この辺で、ね、出しておくのではい、ということで今日何するんですか。さて、お二人とも今日は何なのか知ってますか。天の声バレンティバレンティ。そうです。当てました。当てました。お二人はチョコお好きですか。チョコ好きですか。チョコ好きです。あ、私も好きです。じゃあ、今日は視聴されてる方に胸キュンを届けてあげたいと思います。胸キュン？胸キュン。題して、胸キュンさせるのはどっちだ？大人のバレンタインチョコ、私シナリオ選手権。イエーイ。今から二人に、胸キュンしそうなバレンタインチョコの渡し方のシナリオを書いてもらいます。シナリオ書くんですか。はい、書き終わったらそのシナリオをお互いに交換して実演してみるっていう感じのことをしてもらいます。変なこと書けないですね、これ。それはそのお互いがやってそれで終わりみたいな感じですか。シナリオ賞と演技賞を用意しまして、勝った方には高級チョコレートをプレゼントします。わー、高級チョコレート。欲しいチョコレート。はい、チョコレート。今回ぜひジャッジしてさせてほしいと立候補してきた SOD 社員がいます。誰だ。わハナチュー何やってるの。ちょっと YouTube の力でも借りないとチョコもらえなそうなんで、ちょっと味わいたい。ではシナリオを書く時間は10分で、場所は会社の屋上とか会議室、どの場所使っていただいても大丈夫です。ハナチューと画面の前を皆さんを胸キュンさせるようなシナリオを書いちゃってください。はい、じゃあたからちゃん頑張るぞ。頑張るぞ。おお。何にもそうだ。どうしよう。見た人聞くかもしれない。高田さんはいかがですか。もう全然全然やばいですね。先攻後攻はじゃんけんで決めましょう。はい、じゃんけんお願いします。はい、じゃあ胸キュンじゃんけんでいいですか。勝手に胸キュンじゃんけん。はい、胸キュンじゃんけん。胸キュンじゃんけんじゃんけんぽいって言ったら出してね。いくよ、せーの。胸キュンじゃんけんじゃんけんぽいってことは好きな方を決めて。あ、いいんだ。先に、はい、じゃあお願いします。場所は会議室にしました。はい、で会社の先輩と後輩、うん、なんかこっちはもう仕事終わったから帰るところ、うん、でなんか会議室にまだ残ってた先輩を見つけて渡すんですよ。まだいたんですねみたいな。でチョコをなんか渡して会議室を出るときに
振り返って一言それギリチョコじゃないですからねっていうのを可愛く言っていただけたらなと思います。頑張ります。今の言葉めっちゃいい。あれ先輩まだ残ってたんですか。こんな遅くまで何の作業ですか。あ、これか。これ時間かかりますよね。まだ結構かかるんですか。そっか。じゃあ今日何の日かも覚えてないかな。今日は2月14日のバレンタインですよ先輩。頑張ってる先輩に、はい、これあげます。じゃあ頑張ってくださいね。お疲れ様です。あ、先輩それギリチョコじゃないですよ。お疲れ様です。めっちゃ自分が胸キュンしてた。え、どうでした？え、ちょっとご自身が考えた想像以上にすごいよくしてもらってちゃんとできてました。完璧でした。やった。可愛かった。いや、いいね。なんか純粋な心を感じました。思い出させてくれてありがとう。可愛かったです。じゃあこの後大丈夫かな。私のシナリオ、あ、ちょっと私だいぶ変化球行き過ぎちゃったんですけど大丈夫ですか。はい、今回私は場所はあそこ、あの網の扉を使いたいと思います。おお、はい。で、シチュエーションなんですけど、今回タナチューには汎用として、はい、ちょっとキャラクターをつけました。汎用のタナチューが襲われていたタカラちゃんを助けようとしたら逆に人間に捕まってしまって、そんな汎用の心優しいタナチューのことをタカラちゃんは好きになってしまって、でお礼を言うとともに、愛の告白のチョコレートを渡すというシチュエーションにしようと思います。これ大丈夫かな。折り上げるんですか。いや、でも渡すときもう、あの犬に餌あげる。タナチュー、タナチュさん、タカラさん、私のためにいいんすよ、半分妖怪の俺のことなんて。そんなこと言わないでください。私はあなたのことが、これはあなたのことが好きです。タカラさん、そういうのの演技をしてきたから
リアすごい良かったです、うん、お二人とも素敵でした、うん、じゃあ結果発表を、うん、それはマナチューが決めるんですね。まずはシナリオ賞から。はい、マナチュー、うん、お願いします。シナリオ賞は市川さんです。汎用になりたかったんで、僕も夢が叶ったんで。知らなかった。夢、二人で叶えたね。ありがとうございます、やったじゃあ、演技賞は、タカラさんで。いや、でもタカラちゃんの好きですはやばかった。私はあなたのことが好きです。アニメのヒロインみたいですごい良かったです。やった、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ高谷さん、はい、どうでしたか。ちょっとあの急なね、うん、いろいろ無茶ぶりもあったと思いますが、うん、でも楽しかったね。楽しかった。もしまた私がシナリオ書いたらやってくれるかな。もっと次は演技力つけて全力でやります。お願いします。次は何かヒロイン考えます。汎用以外は。汎用以外。お願いします。タカラちゃんめちゃくちゃ演技が上手だったからデビュー楽しみですね。確かに。本日デビュー、またデビュー作もね、うん、演技ちょっとそこも見てもらいたいですね、うん、じゃあ画面の前のユーザーさんに一言お願いします。はい、はい、そうですね。そうだな、これからたくさんの方に覚えてもらえるようにいろいろ頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。あの本当に皆さん3月たかなちゃん本格的に指導していきますので、はい、ぜひにたくさんツイッターもね、はい、ツイッターとインスタ、インスタ両方やってるということなので、ぜひあのフォロー&リツイート、そして温かいコメントたくさんよろしくお願いします、はい、お願いします。作品も、毎月リリースしていくので、はい、ぜひ作品もう1から100まで全部チェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。